時だ。ゲット。はい、どうもこんにちは、レッツです。ということで今日はもうここにいるぐらいに分かるようにハンギョドンくじを引いてきました。いやマジでこれは待ち望んざ、待ち望みすぎて今噛んだぞ。待ち望んざ。引っ越してきてからなかなかちょっとサンリオグッズ買えなかったりとか、ちょっと島村に行けてなかったりしたんだけど、やっとね、もう本当にやっと今日2つ行ってきました。で今日はハンギョドンの方の動画なんだけど、またね後日島村の方も上がるからみんな見てね。で今日はもう本当に単独では久々にもうハンギョドンオンリーくじなんだけど、前回の時はもう超神引きのもう時計が当たったから、今回ねもうインスタ見てくれてる人はわかるかもしれないんだけど、もう私神になりました。で今回のラインナップなんだけど、今回でもねどれ引いても本当外れなしだし、ちょっと気になる人は概要欄に載せとくからみんなラインナップ見てみて。それでは早速ハンギョドンタイムやっていこうということで、まず1個目。で今回は5回勝負でやってきたんだけど、1つ目からめっちゃいいよこれ。それがこちら1個目、ドゥドゥン、10番ポンプボトルからの2個目、10番ポンプボトル。2個同じの最初から出てしまった。で今回はね、視聴者さんからもこれ引きましたよとか結構報告来てて、それを見てからね引きに行ってきたんだけど、なんかね結構ポンプボトル引きましたよって人も結構多くて、俺もしっかりゲットしてきました。しかもシャンプー用トリートメント用みたいに。っていうかさ、この箱の感じのさ、ハンギョドンなんかめっちゃ可愛くない？いつもとちょっと違う感じ。でもきっと中はもっと可愛いんだろうね。待って、箱がさ、ほら横向きハンギョドンもいてさ、上から見たらなぜか真正面っていう可愛さもある。まあ、とにかくね、開けましょう。やっぱポンプボトルだから軽いよね。大きさっても軽いっていうのは持って帰りやすくていい。ちょっと待って、どんなのだろう。開けてみよう。お、待って、上から見るだけで可愛い。ちょっと待って、期待大。お、やば、待って、しかもビニール取れてこんな感じ。めっちゃ可愛いんだけど、ほら。これさ、透明とかちょっと想像してたけど、見て、しっかり色ついてて、横とかもさ、すごい可愛いし、後ろがね、なんかさ、ちょっとフォルム、ガチャピン思い出すんだけど。ほら見てこれ、めっちゃ可愛くない？まあ、真正面も可愛いけどさ、横向いても可愛いし、なんかさ、後ろのこのさ、ちょっとガチャピン感を感じるのがすごい愛くるしいんだけど。これさ、ちょっと中開けてみて、お、中はねめっちゃ普通。まあそりゃそうだよね、中は普通じゃないと逆に困るし。でこれで使うときは閉めて、これでしょ、ハンギョドンの頭を押します。っていうかこれってさ、普通使う前ってこうじゃない？なぜに開いてた？これさ、絶対2個並んだら可愛いよね。でもこれさ、同じやつだったらどっちがどっちかわからんくならん？で、もう1個もやっぱりめっちゃ可愛い。あ、でもやっぱり上は伸びたまんまだ。で、これを並べると、待って、これめっちゃ可愛くない？ほら、やばいんだけど。絶対さ、こっち向きがシャンプー、こっち向きがトリートメントってしないと絶対わからなくなるやつだけど、2人でさ、こうなんか地球に降り立った時の宇宙人2人みたいじゃない？これはでもサヨリはいないのかな？いないみたい。マジでハンギョドン単体じゃん。じゃあ次、3つ目。3つ目はこれ、でん、8番、アクリルチャーム全身です。サヨリいるじゃん、ちゃんと。これめっちゃ可愛くない？可愛すぎてやばいんだけど。で考えたらさ、今までってあんまりアクリルチャーム系とかって持ってなくて、これ逆にさ、くじだったら初じゃない？俺が手に入れたの。ちょっとこれはさ、すぐ開けてみる。いきます。おー、出た、ハンギョ。でさ、思うんだけどさ、くじとかもそうだし、まあ普通に買ってきたものもそうなんだけど、一番開封するときが面白くない？面白いっていうか、なんかワクワクしない？で、開けたらついてた。で、アクリルチャームね、こんな感じでちょっとなんかストップハンギョドンみたいな感じになってて、後ろはね、こんな感じでハンギョドンってロゴがついてて、さゆりもね、めっちゃ楽しそう。で、こっちの後ろにはサンリオってロゴが入ってる。で、これ上のとこはね、ほらこんな感じでバッグにつけやすい金具がついてます。めっちゃ可愛くない？ハンギョドンの頭にさ、さゆりが乗ってるのがちょっとナチュラル感がすごい。って言ったら外れる。これ
これなんかさ、スクールバッグとかポーチにもつけれそうだよね。俺はやっぱりギターバッグにつける。で、次が4つ目はドゥドゥン。どうした？真っ青なハンギョドン。で、これが5番のメッシュバスケットなんだけど、メッシュバスケットってどんな時に使うやつ？まあ、とにかくね、ちょっと開けてみよう。なんか青いハンギョドンなんだけど、まあ、とにかくさ、開けてみよう。なんか楽しみ。あばん、ドゥドゥン。おー、後ろから見ると何かわかんないけど、表から見るとめっちゃ可愛い。え、表さ、めっちゃハンギョドンじゃん。後ろにしたらさ、マスクつけてハンギョドンなんだけど、え、これさ、ちょっと広げてみよう。なんかさ、そこは普通のハンギョドンの色のことに驚き。色違いすぎん？まあでも可愛いからいいけど。広げたらさ、こんな感じ。え、なんかちゃんと耳あるしさ、ちょっとさ、丸だはずなのに四角いハンギョドンに見えてきた。いや、可愛いけどさ、メッシュバスケットって何ですか？ちょっとググロ。あ、ランドリーバスケットでもあるんだ。じゃあ洗濯物とか入れるやつだ。いや、今さ、ランドリーバスケットもなかったから、これちょうどいい。ちょっと早速置きに行こう。ここにサイズちょうどすぎん？やば。なんかマリオのジュンのやつだ。っていうかさ、やっぱサンリオくじって可愛いけど実用的なもの多くない？なんかあんま使われないなっていうものも結構あったりすると思うけど、サンリオくじって基本的に、あ、すぐ使おうとか、あ、ここ置こうってすぐ思えるやつ多いよね。で、次で最後なんだけど、もう次が最後、めっちゃ神引きした。それがね、見て、当たった。で、これなんかさ、大きい透明の袋に入れてくれたんだけど、これもともとこの袋らしいよ。で、これが抱き枕です。待って、このハンギョドンよりでかい。ほら、めっちゃかわいい。でかい。で、これがさ、2番の抱き枕なんだけど、これ一番マジで欲しかったやつで、なんとこれ実は1回目で当たりました。だから残りの4回はもう放心状態で引いてたよね。2番出たわみたいな。え、これさ、もうめっちゃかわいくない？やばい、これは。しかももうすでになんか気持ちがいいんだけど、開けるとこがわからん。いや、もうあった、開けるわ。あえての下からの開け口ね。で、出すと、うわ、待って、めっちゃ可愛いんだけど。で、出すとさ、めっちゃ可愛い。見て、これさ、抱き枕じゃなくても完全ぬいぐるみじゃない？めっちゃ可愛い。ほら、おっきなハンギョドンだから、ここのさ、おへんとかも柄はっきりしてるし、ちょっと一味違うハンギョドン感が可愛いのと、後ろもさ、見て、めっちゃ可愛くない？なんか何のキャラクターかわからないような形になってるけど、可愛い。ただ、横見るとさ、やっぱ抱き枕なんだね、これ。で、手触りもさ、めっちゃもちもちしてるし、めっちゃ気持ちいい。いや、これ終わりじゃないけど、これさ、ソファーに置いてもさ、見て、これ3人掛けなんだけど全然余裕でしょ。いや、もうすでにこっちだけで4人掛け、8人掛けやん。え、マジ可愛すぎん。ハンギョドンめっちゃ増えた。はい、ということで今回はハンギョドンくじ5回勝負だったんだけど、まあ、当たったのがね、このポンプボトルが2個のやつと、あとね、この赤キーのやつと、あとこのメッシュバスケットと、このハンギョドン抱き枕でございました。いや、マジ今回マジ神でしょ。ほら、イエーイ。まあ、今回のね、本当の上司は多分キャリーケースだったんだろうけど、まあ、俺はね、抱き枕が一番欲しいなって思ってたんで、今回もね、マジ大成功だったと思います。前回は時計欲しくて、今回は抱き枕だったから、マジ良くない？ハンギョドン、ちょっと押すとめっちゃ何段バラかになる。まあ、もうね、報告してくれてる人もいるんだけど、他にも引いたよっていう方いたら、ぜひコメントで教えてください。こちらの動画に高評価、チャンネル登録、ぜひお願いします。他にもね、こんな企画が見たいとかあったら、ぜひ教えてください。それではまたお次の動画でお会いしましょう。バイバイ。